初勝利おめでとうございました。それでは今日の大激戦ハイライトで振り返ります。第2マッチは第1マッチはダブルスです。九州アスティーダは田口恵美子、主導成美、今シーズン1勝3敗。京都かぐやライズは枝ひどまどか、工藤ゆめ、今シーズン0勝3敗のペアの対戦でした。第1ゲームから田口選手のサービスが非常に効いてました。第1ゲームこう5連続ポイントといったところでこう第1ゲームをこう勝ち切ったんですけれども、第2ゲーム以降こう工藤選手のまあ、レシーブであったりコース取りというところが流れがガラッと変わりましたね。最後の最後このファイナルゲームでこうラリーの中でもしっかりとこう京都ペアがこうらしさ、やはりこのラリー力の強さがですね光った試合かなと思います。こう終わってみればやはりこの第一マッチが鍵だったかなというふうに思います。ゲームオールデュースですからね。はい、そうですね、京都のペアが最後のラリーも制して勝利しました。このペアは嬉しい T リーグ初勝利です。第2マッチからはシングルスです。九州アスティーダ桜ヶ丘高校2年生栗山優奈、今シーズン T リーグは0勝5敗。京都かぐやライズは今日 T リーグデビューの神戸松陰女子学院大学3年生木塚ひなでした。はい、第1ゲームはこう取って取られてとですね、本当シーソーゲームだったんですけれども、第1ゲーム後半になって栗山選手がしっかりこうサービスから自分のボールにして3球目攻撃連続で攻めて第1ゲームを取ることができました。第2ゲーム以降もですねそのまま特に木塚選手に対してこの前後の揺さぶりといったところも本当にこう非常に作戦的にも良かったと思います。ラブワン。はい、この第2マッチは木塚選手はどうしてもこう作戦的にもこう後手に回ってしまった、第2マッチかなというふうに思います。第1ゲーム11-9、第2ゲーム11-6、第3ゲーム11-8、九州アスティーダ栗山優奈が勝って嬉しい嬉しい T リーグ初勝利を手にしました。そして第3マッチ、今日合流しました実業団ナンバーワンチーム伝送のキャプテン野村萌対京都かぐやライズは枝広まどかの対戦でした。はい、第1ゲーム野村選手が 7-3 とリードしました。まあ、得意であるサービスからのバックハンドの攻撃でこうリードしていたんですけれども、少しずつこう枝広選手がバック対バックに対してこう強弱緩急をつけながらですね、野村選手のこうバックハンドを少し狂った展開にさせましたね。そこで第1ゲームをこう逆転して枝広選手が取って流れがガラッとこう枝広選手に行ったかなと思います。もう徹底して野村選手のバック側に攻めて、そしてフォア前もフォア前サービスからの展開も非常にこう効果的でしたね。野村選手は少し最後はこう迷ったような、はい、試合になってしまいました。一本のループドライブがこう流れを大きく変えたんですね。流れをそうですね。ゲームカウント3-0、京都の枝広は T リーグシングルス嬉しい初勝利です。第4マッチ九州はエースキャプテンの田口恵美子、京都かぐやライズは遊学館高校3年生の牧野里奈でした。はい、田口選手のサービスに対して牧野選手がおってこう1ゲーム目にこう驚いて、まあ、そこからやはりこう田口選手は自分のサービスに自信を持って、まあ、マキロン選手がどうしてもレシーブ入れるだけになってしまいました。そこをしっかりと田口選手が攻め切って、終始田口選手ペースだったかなと思います。またレシーブでも積極的なフリック攻撃であったり、ラリーの中でもストレートにしっかり持っていったりですね、本当にこう貫禄勝ちだったかなと思います。また牧野選手の良さ の, このバック系の技術が生かされなかったので、まあ、これはしっかりとこう今後につなげてほしいなと思います。はい、田口が単独を見せました。ゲームカウント3-0で勝利。これでビクトリーマッチに突入します。九州栗山京都木塚の再戦。はい、このビクトリーマッチ木塚選手がこの第2マッチのこの、まあ、試合のやり方反省してこの短時間で修正していきました。はい、最初にこう3点リードしてレシーブから積極的に、そして栗山選手のフォアサイドに大きく揺さぶる展開、
また栗山選手も最後の最後に追い上げるところが木塚選手のこの粘り強さですよね。しっかりとこうラリー展開も点数に結びつけました。はい、木塚は済美高校3年生の時に D リーグ選抜対高校3年生ドリームマッチに出場しました。あの時の高校3年生が大きな大きな仕事をやってのけました。まあ、最後の1本です。1本が台から出ていたので、そこが木塚選手しっかりとレシーブドライブしましたよね。イレブンラインで木塚が勝利、京都カグエライズマッチカウント3対2、今シーズン初勝利を手にしています。はい、木塚